シャトル君、君が前に言っていた特級呪霊のデクノボってこいつのことかな。未来最高、未来最高、イエイイエイイエリ証拠。似てるっちゃ似てるけど違うな。特級呪霊のデクノボは言葉を逆さまに言って木の枝が目から生えていたんだよね。ひょひょ、うこいさぼつ、うこいさぼつ。こいつも似てるけど絶対偽物だな、なんか違う。塩玉漏れそう、塩玉漏れそう。まあぶっちゃけそんなことはどうでもいい。問題なのはこのデクノボが未来落ちできて10月31日に特級呪霊たちが渋谷で呪テロするそうだ。自由の悪魔が暴れるより恐ろしい未来、つまり渋谷で自治師も猿どもも最悪な死に方をする。どういう死に方をするか聞きたいか。それは言わなくていい。未来がお疲れ様さなのは理解した。だったら31日少し乱暴しようか。渋谷ハロウィンを終わらせに来た。この場はトギピーの覇王色の後ろで帰宅してもらおう。キャッチバーン。あれ気のせいかな、渋谷に人誰もいなくね。もしかしてまた無料空所みたいな、何も見えん何も感じんモードわし入ってる。本当は人がたくさんいるんだけど、いすぎて情報が完結しない的な。少しと言ったが、やっぱりナッパの挨拶ぐらいかなり乱暴しようか。不公変更カラスと照明表裏の狭間挙式パープル。そんなポンプにアブソリュートするな。たしまいざこうとがりあうとしごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃマイクはザースキー。今はただ歯磨きに感謝を。